孫策と彼と共に戦う将兵らは瞬く間に江東五軍を制圧。孫吾の名は群雄割拠の世に広く知られるに至った。その後孫策は劉備らと共闘し、皇帝を戦勝した袁術を討つ。破竹の勢いで進む孫策を人は誰からともなくこう呼んだ。小覇王、古の英雄覇王項羽にちなんだ名であった。それから4年、中原に力を得た曹操が河北の雄袁紹と対立。両者は関東の地で大規模な決戦を始めようとしていた。今こそ好機、孫策は曹操の背後をつくべく立ち上がる。帝を救い中原に地を得れば孫吾の勢いを遮るものはない。夕日の機会を前に孫策、周瑜、孫権、周泰の息も高まる。しかしそこには不吉なる影が忍び寄っていた。あっちゃ、逃げられちまったか。今夜は肉なしだぜ、周瑜。って、あれ周瑜、おい、剣、周泰。ちっ、どこ行っちまったんだ。孫策。ん？五軍を制し、小覇王などとおごるか。虚構か。それと誰だ、じいさん。振り返るがいい。力でまかり通った己の道を、恨みの声、怒りの炎、渦となっていよう。貴様はそれらに飲まれ、ここで果てるのだ。おい、なんだよお前、さっきから。この陛下。兄上。すまない、孫策。何者かのまやかしにあっていたようだ。ああ、俺んとこにも来たぜ。よくわかんねえけど、とにかく今はここを抜けるぜ。妙な気我が知略。開ける。我がここまで追い込むぞ。私を殺すか、孫策。だが、貴様も連れて行く。孫策。貴様の道はやがて波動。曹操とはとぶつかる。わからぬか。覇者たりものが並び立てば、乱世はそれだけ深まるのだ。うせえ。俺が他の奴ら全部ぶっ飛ばしてるぜ。愚か者め、不吉よ。あとは頼んだ。よかろう、虚構。乱世を憎
悪夢その願い、このわしが聞き届けた。滅せよ、乱世の獣ども。